たしました。キナ・サフラン資本舗シークレットガーデンコンサートの部を開始いたします。今日は本当にたくさんの方にお集まりいただきました。ありがとうございます、私たち保存を願う市民の会、全力を挙げてこの皆さん方の宝物をですね、なんとか市民が活用できるような状態にしたいということで日夜努力をいたしております。そしてやがてこれが市民の共通の楽しみを分かち合う場所として、光り輝く長岡からのメッセージを送る場所になるだろうということを期待しながら活動を続けております。これから音楽会が行われます。この音楽を通じて皆さん方との、私たちとのですね、共通のつながりを、絆を作り、そして素晴らしい明日を作っていきたいと願っております。今日は本当にありがとうございました。
フランシュ本舗の建物について長岡造形大学の渡辺誠介先生よりお話をいただきたいと思います。皆さんこんばんは。本来は本学の平山教授、彼がこの建物以外母屋それから、登録有形文化財になっておりますあの固定の蔵、これが一体何年に建てられたものかで誰が多分、建てたものかとそういうことを調べ当てて、ちゃんと報告書にしたということで、固定の蔵については国指定の登録有形文化財になっているということです。市民の会の皆さんが一生懸命調剤を集めていただきましてそのお金の一部を使って実は地震の後ずっとここにある灯籠は倒れていたんです。先週直しました。で、まあ、初めてこうやって公開して今こうやって明かりを入れて見れるということで、皆様方には非常に、ラッキーな状態だと思います。まあ、本邦初公開といいますか。でこの建物の、すごいところはですねこの玄関口です。これあのカラハフという様式でございまして、本来ですと大名なり、格の高い、お寺の入り口にしかできない、こういうあの R がつくというんですけどあの円、まあ、丸い形の、木造の建物というのはですね、構造物というのはなかなか作りにくいんですね。大工の腕が良くないとできない。でこれはですから江戸時代までは庶民はこういった建物は玄関は作れなかったんですけれどもこれが昭和の初期になっていろんな様式を入れようという吉沢仁太郎さんの元気な力がこの玄関のこの形にあると思われます。でこの唐破風の入り口のところに子供が見るとガメラだなんて言いますけれど亀がいます。玄武という神様です。この玄武がここの離れを守っていてそして中に素晴らしい名木があって、まあ、二度とこれ、このような、部材のものが作れないというような、贅を尽くした、材のものがこの中にあります。今日は皆さんコンサートをお楽しみいただいて、より多くの人たちに、今日の体験を広げていただければと思います。ご清聴どうもありがとうございました。皆様こんばんは。こんばんはとか聞こえますね。はい、多分今日初め私お会いするの初めましての方がたくさんいらっしゃるかなと思って普段あまり接待屋の方に来ないのでお久しぶりの方とあといつもお会いしている方もちらほら。まずタイムトゥーセイグッバイ、サラー・ブライトマンが歌って、とても美しい歌声を私も今日イメージして演奏してみたいと思います。Thank you.
より日向サフラン種本舗保存を願う市民の会副会長長岡観光コンベンション協会会長仁澤和夫さんよりお話をいただきたいと思います。皆さんこんばんは。あまりライトアップしてもらうような品物ではございません。私はあまり、高等な人間ではございませんというとちょっと失礼かもしれませんが、ずっとそこに座って、日が暮れてこの建物の大屋根のシルエットがこう浮かんでまいりまして、建物の中の照明がついております。この建物が最も盛んに使われた時は多分このように電気がついて宴が中で催されたんではないかなというふうに想像をさせていただいております。話は変わりますが、先ほど来、この建物の保存をめぐりましていろいろの方から、ご協力をいただいているわけでございますが、おかげさまで6月を末をもちまして、募金錠剤の方は500万を少し超えるくらいの錠剤を寄せていただきました。140人以上の企業および個人の方からご協力をいただいております。一歩一歩この会の仕事を進めてまいりたいというふうに思っております。ではコンサート最後、秋丸八重子さんの歌です。手を伸ばす君5月の
なくてもいいよ、またなくてもいいよ。一人じゃ
がとうございました。本日のシークレットガーデンコンサートはこれにて閉会とさせていただきます。地元長岡にこんなに素晴らしいところがあり、こんなに素敵な仲間たちがいることを改めて誇りに思ったのは私だけでしょうか。また皆さんで集まりましょう。そしてこのキナサフランシュ本舗を必ず後世に残せるよう力を合わせていきましょう。本日は大変ありがとうございました。